大阪市交通局2001系電車とは、大阪市交通局が保有していた路面電車車両である。1951年から1952年にかけて40両が製造された。繊細で大きな板手を受けた大阪市電も、1711万1751型や1801型といった大型車の投入を、はじめ、繊細で被災した。 旧2 0 0 1型や旧2 0 1 1型などの復旧工事を進めたことによって輸送力の確保に努めた。また、戦災で被害を受けた路線も、中野島線や安治川築港線など大体路線があったり、港湾拡張で道路が分断されて廃止した路線を除いて、1950年のにぎやか橋、大国長官の復旧を最後に全線復旧した。 1950年代に入ると、戦前の水準に復興した大阪市電は、1950年7月の今福泉東の高毛町島、九だ線寺田町九だ間の延伸を皮切りに、新たに大阪市へ編入された地域への路線延長を開始した。その一方で増大する人件費の抑制が求められるようになり、ラッシュ時以外は、 大型車の運転手1名車掌2名の乗務を運転手、車掌各1名として後部扉を締め切り扱いにすることや従来信号等にポイント操作員が常駐してポイントの切り替えを行っていたものを架線にトロリーコンタクターを設けて自動化しポイント切り替えへの無人化を図るなど業務の合理化が図られるようになった車両運用の面でも大型車は 戦後大量増備した1711.1751型や1801型をはじめ、戦前から活躍する1001.15011601経営、戦時中に登場した1651.1701経営、旧半海電鉄引き継ぎの1201.13011401型で需要を満たすことができたことから、2001型は経営合理化のために、 旧2011系以来の中型車として登場した。2001型は製造時期と主電動機出力の違いで、1951年に富士車両、広瀬車両、日立製作所、近畿車両の各社で製造された2001から2020のグループと、1952年に富士車両、広瀬車両、日立製作所、近畿車両、 英国車両の各社で製造された2021から2040の2グループに分けることができるが、外観上の大きな違いは存在しない。また、所属全車両のビューゲル化が完了したことから、2001、型からは、新造時からビューゲル装備で登場したことと、1950年から、市電の塗色がクリームとマルーンのツートンカラーに変更されたことによって、当初から、 ツートンカラーで登場したことが特記される。2001系の車体は1801型をモデルとしているが、車体長が約12.2メートルと、大型車標準の13.7メートルから約1.5メートル短くなったことから、側面窓配置は D5D4 となり、大型車から後部扉と戸袋窓分が切り落とされた形となった。前面も3枚窓で、 中央窓上に小窓と系統膜、右側には方向膜がつく1801型と変わらないデザインであったがヘッドライトが屋根状に移設されて埋め込み式のスマートなものが取り付けられた。足回りは先在廃車となった1601型から取り外した大阪市電系台車のストックが鶴町車庫の構内に保管されていたことから 経費節減のために再整備して使用することとなった。主電動機は2001から2020では、端子電圧 600V 時1時間定格出力 30kW のゼネラルエレクトリック GE-247A を2個搭載したが、出力不足のために現場からは不評であったことから2021から2040では、 端子電圧 600V 時1時間定格出力 37.5kW の規格系電動機である SS-50 を搭載することとなった。制御機は1801型と同様三菱電機 KR-8 を装備した。2001型は中型車として完成したデザインの車体であったことから、後に2101型や2501型が2001、型と同じ車体で登場したほか、 窓割りは、新、大阪市電スタイルにモデルチェンジした3000.2201、300.2601の各形式に継承された。2001型は、天王寺車庫を除く、市電各車庫に配属され、各路線で運行されたことから、市内各地でよく見かけられる車両となった。1601系譲りの大阪市電系台車を履いていたおかげで、乗り心地は良好で、 後に製造された2101系の履いていたウィングバネ台車の FS-57 と比べても遜色はなかった。また2001系の履いていた大阪市電系台車の中には通常のものと変わった形をしたものもあった。大阪市電縮小の過程において2001型は使い勝手のいい中型車であったのと車例が若かったことから廃車が開始されたのは 市電路線の廃止が進行した1967年からで、路線の縮小や車庫の廃止によって、両数を減らしながらも、市電最末期の1969年2月の16、系統の廃止に伴うカスガデ車庫の廃止まで生き残った。廃車後の他社への譲渡車はなく、わずかに公共施設で保存された車両も、後に解体され現存しない。ありがとうございます。